こんにちは。第73世竹之内の出現、竹内睦弘です。今日は第77代後白河天皇について語ります。実際普通の歴史で語られていることは多いのですが、保元の乱というのがありまして、戦いがあり、そしてこの戦い1156なんですが、かなり武家の力が一旦認められたということになります。そういうのは教科書とか参考書とかに書かれてるんですが、正直僕教科書や参考書に書かれてることなんかどうでもいいと思ってます。僕も参考書を書いてます。ですが、本当のところは一体どこにあるのかっていうのはよくわからないのです。そして後白河天皇は日本一の大天狗と、源頼朝が称したように悪です。最後まで頼朝に征夷大将軍をあげませんでしたから、僕は保元乱のところで個人的な話をさせていきますと、源為朝という優勝が、源氏では一番強い男が伊豆の大島に行って、その後沖縄琉球に行って琉球王朝を作ったっていう伝説、こちらは好きですね。伊豆の大島は行かれた方がいるでしょうか。僕実は伊豆の大島好きなんです。近いですか、東京から近いし、そうですね、マラソンで銀メダルを取った有森さんも伊豆の大島でいつも合宿をしてました。ここで合宿したんだから勝てるって言って銀を取りました。結構この伊豆大島いいですよ。椿油なんかありますから、僕もちょっとつけてみようかなと思ってます。椿油から、そういう気分になるようなところで、近いところですから意外と東京近郊の方は行かれるといいと思います。正直あんまりいいホテルはないので、ちゃんと調べて行った方がいいと思います。僕は好きです。あんまり旅はしない方ですから、最近は。昔は世界中行きましたが、最近はもう日本にこもっておりますね。ですがこれは、日本の楽しさとか喜びとか美しさとかそういうのが感じられますから、伊豆大島は椿の季節がいいですから、ぜひその季節に行かれてください。この後白河天皇というのは法皇になってから院政でずーっと日本を支配していました。院政の時、天皇は二条天皇、六条天皇、高倉天皇とあります。悪いけど二条六条高倉天皇なんて何でも覚えてないと思いますよぐらいずーっと院政してました。そんな後白河天皇です。ではまた次回。教えてあげる。
それさえも捨てて帰り見ないなら身の中の日本文化に気づき鏡の中を見つめ直して